現在コラボ WBC 騒動が世間を騒がせていますが、それ以外の場外乱闘も発生しています。少し前に過激な発言をして注目を集めた、広く表現の自由を守るオタク連合様、以前支える会が、オタク連合様の過激なツイートを RT したことで、暇空茜様は支える会の北原みのり様を提訴しています。そのオタク連合様が、なんと弁護士に相談しに行ったそうです。まだ訴えられてもいないのに相談に行くとは、用意周到で素晴らしいですね。それだけ用意周到なのになぜあんな失言をしてしまったのか、正直よくわかりませんけれども、で、オタク連合様ご本人が相談結果についてツイートされていましたので、引用します。先週頃から、私の過去の発言が暇空茜への脅迫や薩摩教唆などに当たるとする風説が散見されましたが、これに関して弁護士に相談しました。ご心配をおかけした方もいますのでごく簡単にですが報告します。結論から言えば当然ですが、私の発言は暇空への代を表明したものではないので、民事も刑事も裁判沙汰となる可能性は低く、そもそも発信者開示請求が通る可能性も低いだろうとのことです。発言内容も確認いただいた上での反応でした。細かい法律論や実務の立て付けも簡単に解説していただき、私もしっかりと納得できました。この辺の理屈については細かい理解まで正確かは自信はないので、ここでは割愛させていただきますが、ともあれよほど大丈夫であることは確かだそうです。もっとも両端から駒が出るような可能性もゼロではないので、裁判沙汰が完全にありえないとまでは断言できないそうですが、その場合もお力添えいただけると言ってもらえたので、こちらも安心しました。こうした結論は相談する前から正直わかっていましたが、やはりうぞうむぞうとはいえ大勢から寄ってたかって言われると不安にもなります。冤罪なのに自白してしまう人の気持ちを実際に知れたのが犯罪学者としての学びだったと思うしかないでしょう。これ本当に弁護士に相談したんですかね。まあここでは本当に相談したという前提で話を進めることとします。暇空茜様から直接何のアクションもない中で、わざわざ弁護士に相談したのが本当だとすれば、本人は相当焦っているのでしょう。前々から彼は定期的にこの話題を蒸し返しているので、気になって仕方ないんでしょうね。ただこのオタク連合様の過去発言を見ていると、別件でも結構過激な発言を繰り返しています。彼の中では過激発言をするのが日常の一部なので、感覚がぶっ壊れているからあんな発言をしてしまったのでしょう。またオタク連合様はどう見てもバリバリの左派ですね。左派を過剰に持ち上げる発言をする一方で、右派をめちゃめちゃ敵対視して常に貶めています。例の爆弾発言も、暇空茜は右派だから悪いやつだという思い込みによる敵対視から出た発言でしょう。あとそもそもこの人、あまり WBC 問題に関する知識がなさそうです。暇空茜に騙されないように、彼は公金の人などどうでもいい、単に温泉娘を燃やされたという思い込みから来たる支援を晴らすために支援団体を攻撃しているに過ぎないのだから。温泉娘を燃やしていたというのは動機の一つではあるんですけど、それはもう何ヶ月も前に終わった議論じゃないですか。なんで2023年2月22日にもなってとっくに終わった議論を蒸し返しているのかよくわかりませんね。そもそも暇空茜様は温泉娘をほとんど知らないので、支援を晴らすためというよりは、それがきっかけで調べてみたらとんでもない事実が発覚したという方が正確です。仕事が一段落しそうな3月頃から暇空のデマを解説して記録する動画も本格的に作らないと、 YouTube にデマばかりのさばるのはやはり良くない。そうそう、あんな過激発言をするよりもそういう活動をした方がいいですよ。別に私も暇空茜様の発言が全て正しいと言っているわけではありませんし、正しい批判や指摘をするのは良いことではないでしょうか。ただ言ったからにはぜひ実行していただきたいですね。ちゃんと投稿してくださいよ。最後までご視聴ありがとうございました。